現地6月23日、タイバン国で開催された女子バレーボールネーションズリーグ、VNL、決勝で世界ランキング6位の日本女子代表は同1位のイタリアと対戦した。2セットを選手されてから第3セットを制したものの、セットカウント1月3日、17から25、17から25、25から21、20から25で惜しくも敗北。 それでも VNL で初の銀メダルを獲得し、大会を通したチームパフォーマンスは国内外で高い評価を得た。フォト、超新美脚で圧巻のプロポーション。トルコ美女バレーボーラー、ゼフラ・ギュネシュの厳選フォトを一挙を届け。韓国テレビ局の解説者として現地入りしていたのが、元韓国女子バレーボール代表のレジェンド、ハン・ユミさんだ。 パワフルなアウトサイドヒッターとして鳴らしたハンさんは2012年のロンドン五輪で母国のベスト4進出に貢献するなど、長きにわたって韓国女子バレーの流星に寄与した名手である。ハンさんは大会後に自身のインスタグラムを更新し、最終結果は優勝がイタリア、準優勝が日本、3位がポーランド。すべてのチームと選手の皆さん、お疲れ様でしたと冒頭でねぎらい。 2度目の優勝を飾ったイタリアと、2年連続で3位のポーランドにおめでとうと言いたい。そして日本です。VNL で初めてのメダルを獲得しましたね。祝福したい思いと同時に、羨ましいと感じてしまいますと正直な気持ちをとろした。韓国女子代表は今大会、2勝10敗で16チーム中15位と低迷。男子代表に至っては今大会にエントリーさえしておらず、 来季出場に向けたアジア予選で敗退したばかりだ。ハンさんは、現在、日本のバレーボールは男女共にオリンピック出場権を獲得し、VNL でも良い成績を収めています。韓国のバレーボールが国際大会で2チームが躍動するのは極めて困難な情勢ですと嘆いた。その上で、誰もが危機的な現状を心配しており、その深刻さを理解しているはずなのに、 何も変わっていませんと苦言を呈しつつ、早急に動くべきなのが正しいかどうかはわかりません。でも今は、個人やクラブの利己的な考えではなく、バレーボール界全体で発展について議論し、共存共栄を図るべきだと思うのですと提案。みんなが努力すれば、当たり前になるはずですと期待を込めた。韓国スポーツ界は岐路に立たされている。パリ五輪には男女バレーボールのみならず、 サッカーやバスケットボール、ホッケーなど花形の団体競技がことごとく予選で敗退した。本大会に出場するのは女子ハンドボールのみで、地元メディアは韓国がパリに送り込む選手団はわずか119名である。これは東京五輪の半分以下の人数だと憂いている。